着いたぞ。あ、戦わなくて済むって。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで。出ねえよ、それ。お小遣いは。おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。うん、うまいな。すぐそこで取れた新鮮な魚介なんだって。これは海の近くでしか味わえないよな。ようこそお越しくださいました。本日はどちらをご用意いたしますか。悪さしてるのはこいつらね。メニューはこちらです。またいらしてくださいね。やはり運休か。ああ、船いないよ。なんで？オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし。お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、
ちょっと俺の話聞かない？じゃ聞いてやる。なあノリいいじゃん。じゃ静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ宝石の原石、代わりに船乗れるよう話しつけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。じゃあ次の機会に。王子の旅って全然表に出ないけど、お忍びの観光とかしてんの？今日は船が出てないんですって。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく、敵対はしたくない。オルティシエノだ。どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？じゃあ腹は減ってる。減ってんのか。分かった。ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。猫の餌か？近くで釣りでもする？そうだな、やってみるか。釣り釣り。いらっしゃい。海釣りでもしていくかい？またよろしくな。ノクト、これ見てよ。わ、ノクト、そこで釣りできそうだぜ。マジか。オートの外では初めての釣りになるな。どんな魚がいるのかな。ま、釣ってみりゃわかんだろ。
北斗、俺も腹減って死にそうだよ。ごちそう。お、やったな、僕と。たまには俺に釣らせろよ。ああ、今度な。やったな、おい。
あ？原石があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。起こすんじゃねえぞ。準備はできているか。あ、よし、行くか。Thank you.
さてどうする。ガーディナにようこそ。本当に綺麗ね。ここ猫が食えそうなものってあるか。新しい冷やかしかしら。え、あ、いや、あ、あっちに猫が冗談よ。事情は分かってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だからこの魚を一匹調達してきてね。お疲れ様。ちょっと待っててね。あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。下手なご飯じゃ満足しないの。はい、これ持ってってあげてね。光あれ。何のゲームの呪文だよそれ。持ってきたぞ。この贅沢猫懐かれたっぽい。どうだろう、執着されてしまうかもな。されちまうと大変だぜ。ガーディナにようこそ。